どうもどうも、お疲れ様です。エステちゃんです。5月4日の日にですね、ドクターストレンジで、トレンド映画話したんですけれども、また今日5月6日も金曜日ということで公開される映画ありましたので、その公開される中で、一番注目度の高かった映画の歌話していきたいと思います。で、今日が話していくのが死刑に至る病についておしゃべりしていきたいと思います。で、内容がですね、凶悪孤狼の血の白石和彌監督が串木竜の小説死刑に至る病を映画化したサイコサスペンス。鬱屈した日々を送る大学生雅也のもとに世界を震撼させた連続殺人事件の犯人ハイムラから一通の手紙が届く。24件の殺人容疑で逮捕され、死刑判決を受けたハイムラは、犯行当時、マサヤの地元でパン屋を営んでおり、中学生だったマサヤもよく店を訪れていた。手紙の中でハイムラは、自身の罪を認めたものの、最後の事件は冤罪だと訴え、犯人が他にいることを証明してほしいとマサヤに依頼する。独自の事件を調べ始めたマサヤは、想像を超えるほどに残酷な真相にたどり着くということで、ハイムラ役を阿部サダヲさんで、マサヤ役を岡田健史さんがやってるということですね。で、私これ原作も何ヶ月か前に読んでまして、で、やっぱりこう白石和彌監督っていうと、そんな全部の作品見てるわけじゃないんですが、彼女がその名を知らない鳥たちとか、なぎまちとか、日本で一番悪いやつかとか、と孤狼の血の1とかぐらいは見たんですけれども、やっぱりこう見て思った一番の感想ですと、エンターテインメントしてるなっていう、やっぱりこう見事に省略してるところもある。その登場人物のところで省略してる背景もちゃんとあって、で、まあこうコンパクトにして、で、起承転結詰めてみたいな。で、なんか痛いシーンも原作でもちろん書かれてたと思う。ちょっと細かくは覚えてないし、ですし、原作を。で、別に読み返してもいないんですけれども、なんか原作で読んだ時よりも、なんか、痛いっていうか、まあもちろん映像がついてきてるんで、その、まあ文字だけよりも痛々しくなるのは、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、やっぱこの白石監督ってこの痛い表現がちゃんとしてる。ただ、血が出てるとか、なんかその、ね、内臓がとかね、なんか見えてるとかそういうことじゃなくて、その例えば爪を剥ぐシーンがあったりするんですけど、そのタイミング、剥がすタイミングとかもう、うーってこう、うわ嫌だって思うタイミングでちゃんとバチッとこう決めてくる感じというか、でも私ちょっとそういうシーンが苦手すぎて、ほとんど見れてないんですけど、なんかちゃんと嫌だな、痛いなっていうのをもう極限まで見せられるっていうか、R 指定がかかんない範囲でそれをちゃんとやってるなっていうのはやっぱうまいなって思いましたし、あと最後のシーン、ラストシーンが、原作と違ってて、で、マサヤ、主人公マサヤの中学生の時の同級生の女の子が、まあ、大学で一緒で再び再会するんですけど、その子とまあ付き合うようになるんですね。で、原作でも実はその子もやっぱりその阿部サダヲというか、そのハイムラから、手紙を受け取ってたっていう描写があって終わるんですけど、もうもっとこの映画だと直接的にもう2人が付き合ってる状態で、で、こうまた夜の営みしようかみたいな時に、阿部サダヲからの、ハイムラからの
手紙がカバンの中からバババババって出てきて、で、あのそれを見つけてなんかグワッてなると、マサヤがうわってなって終わるっていう、よりホラーというかね、怖い終わり方をしてて、だからそこら辺がもちろん好み分かれると思うんですけど、より小説の方がちょっとこうやっぱり、こう文学部っていうか、なんかそういうね、文化的な、なんていうか、いい感じの、ちょっとこの匂わせる感じで終わってるというか、その余韻を残す感じで終わってるんですけど、もう映画の方はよりエンタメによりでバチッとこう怖いよねっていう終わり方させてるんで、それはもう本当に監督のなんかこうがちゃんとコントロールできてるな、監督が表現したいことがちゃんとなんかできてるんじゃないかなって、なんかよくわかんないですけど、なんかそんな風に思いました。であと印象的だったシーンは、その阿部サダヲさんと岡田さんが、まあその面会ね、面会のシーンがほぼかな、2人のシーンは面会のシーンでしかないんですけども、そのガラスに映るじゃないですか、反射して相手の顔とかお互いの顔が、で袖の重なり方、例えばじゃあ岡田さんがの方をカメラで映してる時に、阿部サダヲさんの顔が反射してこう映るわけですよね、重なる、その重なり方で2人の心の距離というか、岡田さんがどれぐらい阿部サダヲさんに親近感を持ってるかっていうのをこう表現してて、で、あの、もうもしかしたら阿部サダヲさんが父親かもしれないみたいな時が、思う時があるんですけど、その時は完全に重なってるですけど、そこから先のまた状況が変わってくるにつれ、それが離れていくっていう、で最後には岡田さんの中の阿部サダヲさんのその反射が小さくなってるんですよね。だそれは、まあ、阿部サダヲさんからのその影響がもうほぼなくなってるというか、こう存在が小さくなってるって、まあ、文字通りその物理的にその心理描写を表していて、なんかうまいなって思いました。はい。でよくね、面会し質のシーンでいうと、その手を合わせるとかってね、恋人同士とか、まあかなり使い古された手法であるんですけど、今回もそのやっぱり手のこのなんか手をこう合わせるみたいなシーンがあるんですが、あくまでこう指先だけでこの距離の近さというか縮まってますみたいなのを表現してて、なんか古くない、古さあんま感じさせないというか、面会して手合わせるってね、結構もう手垢のついた表現になっちゃってると思うんですけど、まあそうは感じさせないように極力やってるんだなっていうのが、なんかすごい、うまいなというか、はい、綺麗でしたしね、その反射のこの重なり方っていうか、影の重なり方っていうのも綺麗だったんで、そこは良かったなって思いましたし、あとそのやっぱ本読んだ、原作読んだ時も思いましたし、やっぱり改めてこう映画になって映像になってみても思ったんですけど、あの愛想よくしておくことほどなんか有効なコミュニケーション手段ってないんだなっていうか、あのね、あの他のアメリカとかでの連続殺人ものとか見てもそうですけど、大体そういう人ってやっぱりまあうまいことをこう社交的だったりとか、あの何十人も殺してるような人ってね、社交的でなんか見た目もこうね、小ざっぱりというか綺麗にしてて、誰にでも分け隔てなく優しくてみたいな、ニコニコしててっていうね、でやってますけど、まあ、今回のね、あの出てくる主人公のね、阿部サダヲさん演じる主人公のハイムラもやっぱりこう優しくてニコニコしてて、なんかもう、まあ、やったことはひどいって分かってても、でもなんか助けてほしいって言われたら助けちゃうかもしれないなっていう、近所の人とか出てきたりするんですけど、もうそれは正直な意見だろうなって、とんでもないって思ってても
なんか本人目の前にしてニコニコしてただなんか助けたくなっちゃうみたいなところあると思うんで、人ってね、まあ、そうじゃない人ももちろんたくさんいると思うんですけど、なんかまあニコニコしといて間違いないんだなっていう思いましたし、やっぱ阿部サダヲさんのね、あの演技さすが、あのね見事にやってらっしゃったなっていう、もう阿部さん以外にハイムラ役ここまで淡々と不気味に、この主人公できる、主人公というかその犯人役できる人いないんじゃないかなっていうぐらい淡々と理路整然と、殺人してましたね。はい、そことか、すごかったし、あとその連続殺人の中でその殺人シーンとか出てくる、拷問シーンとか出てきて、まあ、拷問シーンほとんど見れなかったんですけど、そのまあキーポイントとなる事件のあのそのね、ハイムラが最後の事件だけは冤罪っていうそのキーポイントとなる事件の時に、まあ女の人がですね、まあ、泥まみれの山の中で引きずられるみたいな、犯人に引きずられてキャーって叫んでるシーンがまあ何回か出てくるんですけど、本当に怖かったです、その叫び方が、なんていうか恐怖を感じてるっていう叫び方だな、ただキャーって言うんじゃなくて、もう映像泥まみれの雨降ってる泥まみれの傷だらけになって、こう手首とか足首とか切られてる状態で引きずられてるっていう、その絵の怖さももちろんあるんですけど、その叫び声をめちゃくちゃ効果的に使って、こう見てる側に訴えかけてくるその恐怖を、そのところとかも使い方うまいなとか、さすがだなし、この監督、まあその叫んでる女優さんもうまいんですけどね、その叫び方が本当にリアリティがあって、素晴らしかったんですけど、はい、とか思いました。あとあのエグザイルの人、あの岩田孝則さんが、まあ、キーパーソン的な感じの、役で出てるんですよ。その顔にあざがあってこう暗い役で出てくるんですけど、だから今まで正直岩田さんってなんか演技下手なのかなって勝手に思ったんですけど、これの役なんかすごいリアリティあって、実際のねガンちゃんと呼ばれて、ガンちゃんの愛称で呼ばれてる方はね、すごい爽やかな2枚目ですけど、あこういう全然真逆の、なんか多分人生で相入れなかったであろう人物、ここにあざがあってもう暗くておどおどしてるみたいな、挑発でね、そのあざを隠すために挑発でおどおどしてるっていう役とか、なんかちゃんとできるんだなっていう、なんかそんな風に、なんか思ったりしました。はい、で128分でちょっと長いかなとか、まあ、思ったりもしましたけど、まあなんか、まあ、内容がない、結構ねボリュームがあるというか、その原作もいろいろその犯人の過去とかね、いろいろ出てきたりとかあるんで、登場人物の過去をそれぞれ割と背景描いてるんで、なんかその中ではきっちりよくなんかまとめたって言ったら、まあ偉そうな言い方ですけど、なんかすごいなって、なんかあんまそんな長く感じなかったんです、結構まああっという間だったかなって思いますので、あの皆さんもぜひご覧になってみてください。はい、ということで終わりです。